はい、皆さんおはようございます。今日はですね、ちょっと朝から雨模様で、今ちょっと止んでおりますけども、まあ一日降ったり止んだりの天気でございます。ということで気温はね、そんなに低くなく、まあなんとなくぬるっとしたような朝でございますが、そんな中ね、今日も気合一発頑張ってまいりましょう。週末でございます。それでは今日も張り切ってハッピーチンゲンサイ。はい、ということでね、昨日の動画でちょっとまあこの時期のねチンゲンサイの病気についてお話ししましたが、今日ちょっとね、最後端っこの方を収穫してましたら、ちょっと一部こう黒腐れ病がね、出とるとこがあったんで、ちょっと実物を見ながらね、この時期のチンゲンサイの病気パート2ということでね、今日はちょっとまたお話ししてみようと思うんですけども、実際の黒腐れ病というのはですね、こんな感じ。これは割と軽度な方ですけども、ちょっと中じゃないとわからんかな。はい、こんな風に先っちょがね、葉っぱの先からねこう壊死していく感じなんですけども、わかりますかね、こういう風に。でだんだんここは黒く腐れてきて、まあで最後この壊死して腐ったところが乾燥してこうカラカラになると、こうチップ板で刃先が枯れたような、そういったように見えるので、まあ昨日ね、もうコメントで質問いただいた太郎 Z 丸さんにもちょっとお話ししたんですけども、おそらくまあこの時期でしたらチップ板というよりは黒腐れ病じゃないかなという感じで、これなんか結構ひどく出とるパターンですけども、まあこんな枯れた感じがねぐるっとあれば、あ確かにチップ板に見えなくもないですけども、最初はねこうこうこれかこれこういうふうに黄化黄色くなってから、そっからまあ黒い腐れがわーっとこう下に向かって腐れてきて、たりですね、まあ最初こう黄化からね黄色になってから腐れが広がったりですね、まあ、この辺も葉っぱの縁がこういうふうにね、でこうなる前にこう水が染み込んだようにね、水の染みのようなものがこの葉っぱの縁にずっとついて、そこからこうなるという感じもあるんですが、今回はそんな水が染みたようなのは見かけなかったんですけどね、はい、こんな感じ。わかりますかね、まあ、これなんかちょっとひどいかもしれませんね。ザ黒腐れこんな感じでね、これはサムネイルにいいかもしれませんね。これザ黒腐れ、これが黒腐れだみたいなサムネイルでいきましょうか今日はね。はい、こんな感じで、まあチップ板の場合はね、カルシウム不足ということで起きるんですが、まあ、黒腐れというものは、まあ、土壌中にももともとおる菌なんで、まあ、それをいかに増殖させないかということと、まあ、土がね跳ねたりしないように、まあ、なるべくマルチ栽培にするとかですね、冠水によってこう泥が跳ねてとかいうことがないように、まあ、マルチにするとかですね、やっぱり換気ですかね、換気ということになります。で、まあ、この時期その黒腐れだけでなく、まだまだ、他にもね白サビ病ですとかね、
あと金閣病だったかな、なんかこう軟腐病のようにぐじゅぐじゅに腐るんですけど、うちもこの圃場はなかったですけど、1個前の圃場に何株か見つけましたけどね、もうぐじゅぐじゅに尻元が、ね、腐るんですけど、軟腐病のようにあの独特の匂いはないんですよね。でなんかこう放置しておくと白い糸が張ったような感じに、蜘蛛の巣でもないですけど、まあなんかそういったような菌がね、ふわっとなったようなもんがあったり、この時期でもねそういうの病気が出たり、昨日のコメントでは炭疽病でね、広がりましたと、炭疽病が広がりましたという方もおられましたし、まあ換気とやっぱり初期の防除ですね、やっぱりこれ害虫にも言えることですけども、初期の防除で抑えしっかり抑えておくということしかないですね。1年に1回ねもうビシッとあの被覆してこの土壌消毒される方もおられると思います。まあハウス栽培の施設栽培の方結構おられるんじゃないかなと思いますが、僕はまあそこまではしないんですけども、まあそれをすれば割とこういった病気のリスクというのは減るかもしれませんが、まあいろいろ手段はあると思うんですけども、やっぱりこう初期防除、まあこれにつきますかね。はい、ということで、それとあと一つ、冬で言えばですね、凍結ですよね。凍結による、あ、これちょっと破れましたけど、障害というのはですね、これ分かりますかね、もうこれ表皮が剥離した感じでここボコボコしてますよね。他にもなかったかな、これもちょっとそんな感じですけどもね、この辺分かりますかね、ボコボコしてますよね。これも表皮が剥離してこんな感じになっとるんですけどもね、こうボコボコっとして、こうもっとひどくなるともう収穫の時に掴んだだけでズルッとなったりしますので、もう何回も何回も凍結に遭うとそういう風になります。そういう風にね、まあ凍結もそうですけども、ずっとそういう低温にずっと当たっているとこう脇芽がバンバン出てくるようになるんですけども、今シーズンは全く脇芽が出たのがまだ見ないんでね、そんなに平均すれば低温じゃないのかなと、やっぱりまあ暖冬の中のでの寒波なんかなという、今回の寒波もねそういう感じがしておりますけども、ということでね、まあ昨日に引き続き冬のチンゲンサイの病気と、まあ凍結による障害について、ちょっとだけお話ししてみました。はい、ということでね、2日続けて、まあ、このシーズンのチンゲンサイの病気について、お話ししましたけども、まあ本当ね、オールシーズン、どのシーズンも1年中とにかく、まあ、病害虫のね心配をせずに手放しで、できるということはもうまずないんでね、なんかしらね、常にそのシーズンそのシーズンでいろんなことがありますし、また年によってはね天候が違ったりしますし、害虫なんかも去年は全然だったのに今年はえらい多いなとか、逆に去年あれだけおったのに今年はおらんなとか、まあ本当ねもう日々毎年毎年、同じ圃場でもですね毎年毎年違いますし、一年一年違うんでね、本当にもう何年やってもなかなかこうよっしゃ完璧じゃいうことがねなかなか難しいわけではありますが、まあでもそういうねこう自分なりにいろいろ考えながらその局面局面をいかに乗り切っていくかというのがまたこれ農業の面白いところでもありね、でまあ
このチャンネルを通してですね、まあ、チンゲンサイの魅力もお伝えしつつ、やっぱりそういった農業の楽しみがね、少しでも伝わって、新規就農者やね、農業に、関心の目が向けばなんかいいんじゃないかなと思って、日々動画配信も続けておるわけですけども、まあそんな中ね、やっぱりチンゲンサイの魅力をね、世の中の人にこうもっともっと知っていただくというのがやっぱり第一のこのチャンネルの使命なんでね、本当いろいろこのチャンネル見ていただいてる方でね、チンゲンサイ栽培されてる方たくさんおられると思いますのでね、コメントの方もいろいろいただきますし、ぜひね一緒にチンゲンサイのもっともっとこんだけポテンシャルがある野菜なんでね、もっともっと知名度を上げてね、葉物野菜ナンバーワンに押し上げるべく、いつかねこのコロナ騒動が終わったらチンゲンサイサミットなんかもねやりたいと思っておるのが僕の夢の一つでもありますのでね、ぜひ一緒にね、チンゲンサイ盛り上げていくと同時に日本の農業も盛り上げていければと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いしますというところで、今日はこの辺で終わりにしておきましょう。それでは皆さん、また明日ハッピーチゲサイ。明日の動画も見逃せんで。